ダニのチャンネルでーす。こんばんは。イキってまーす。イキリサングラス派手メガネでいかしてください。今日は渋い方で。今日はすいません。いやいいよいいよ別に。もうそろそろで生配信なんですよ。もうそろフィーバータイムぽいぽいね。なんだお前今日どうしたんだマジで。やっていきましょう。髪染めてキャラも変わったんか。いや今回ちょっと配信するんだけど、その前ちょっと時間があるから、一本ちょっとまあ喋りながら、一本満足ね。うん、喋りながらやっていこうということで、ちょっと分類しよう。ジャニーズを。それどういう分類の仕方ですか？ X 軸 Y 軸で分けて、そのかっこいいとかさ、かわいいとか。はい。もうちょっと待ってくれと。山口 X 軸 Y 軸。大丈夫ですか？ X 軸 Y 軸。山田君ゲームしてるからゲームでもそういうの出てるんだよ、うん、ゲームでは出てこないですよ。結構別に出てこなくてもないけど、まあかっこいいかわいい知的これ。おお、どっちが X でどっちが Y でしょう。どっちが X か顔やばくないですか。どっちが X ってどういうこと。どっちが X でどっちかがだから X 軸 Y 軸ですよ。いやでも Y だこれが。なんでここのここやここのここで。え、どこどこ。ここのここじゃあそうだよ、Y はそう。ここ、要は Y。じゃあそうなんだよ。こういうこと。あ、そういうことなんだ、うん、そういうことなんだ。で、X がここあー、ここか。そう。あ、すげえな。こういうことちゃんと分かってるんですか。あ、これをこうして X ってことです。そう、勉強してるんだよ。そう、これ馬鹿にしないでよ。すいません。違います。これ明日ミラクル9なんですよ。めちゃくちゃ不安で。もうダメダメ。自分がどこにいるかっていう位置づけも大事になってきますね。そうなると大事だね。じゃあまず4人でやります。やろう。ゲメンがやりましょうか。え、俺ここでしょ。全然違います。マジで。え、ここだよね。全然違います。みんなの意見聞こう。いいよ。みなさんってかっこいいイメージよりかわいいイメージが強いと。どっちかってこっちっすね。そう、でも100かわいいではないですもんね。そうなのね。どっちかって言えばかわいいじゃないですか。うん、30ぐらい。ここら辺のどこかって感じですか。そんなとこなの俺。どこ、自分はどこだっけ。だから何回も言わすなよ。恥ずかしいな。ここだよ一番恥ずかしい。それが一番恥ずかしいです。なんで。違うもの。全然俯瞰で見れてないの。理想でしかないですよ。尖ってるタイプだと思ったよ。ここら辺尖ってる。量的にはどうですか。半々ぐらいですか、ドラマとバラエティ。いやー、お芝居の方が多いんじゃない。ただね、本人的にはバラエティなんですよね。難しい。じゃあ俺真ん中かまさか。一瞬思いました。でも二宮君よりドラマ上行きづらいです。確かにそれは。確かにそれは。確かにそれはそうだな。自分で言うな。っていうとまあ、ちょいドラマよりここら辺じゃないですか。まあ、置こうよ、そこに。まずバラエティも本人はやっぱ好きなんで。うん。じゃあ、あくまでこれはもうその第三者の評価ってことですね。そうそうそう。で、比べるというよりもこの人はここら辺だよね、みたいな。うまいって意味で言ったらこっちですけど、うん、そのお仕事の分立で言うとかで言うとここら辺じゃないですか。うん、まあ、じゃあここだ。丸に。あ、俺その…俺こんな感じか、でも。はい、次じゃあ中丸くんいきましょう。こっちでしょ。可愛いっていうよりは、俺はタトゥーのコンサート思い出した。あー、そっか。でも俺はそんなピアスつけてましたね。可愛いうちが好きだけど。そっちだよ。自分ではどっちですか。かっこいいか可愛いみたいな。これどっちですかね。いやでももうなんかもう可愛いとかって言われるあれもないじゃないですか、うん、年齢的にも、うん、真ん中じゃない。自分から備えてると俺何言ってもらってる。いやでも帝王って言われてるぐらい。どっちかっていうとかっこいいよりか。でもよりカトゥーの中でやっぱかわどっちかっていうとかわいいになるじゃないですか。まあここら辺それぐらいそれぐらいにしといてください。ここっすね。うん、なんか、はい、山寮は山寮やっぱドラマですよね。まあそうなのか。ここら辺か。そんなかっこいいも変えていけるでしょ。だってさすがにいける、うん、ですよね。でもやっぱバラエティのポンコツ山田の捨てがたいっていうところあるんですよ、うん、あれは俺じゃないんだ。哲学者がいます。ここにどっちこっちね。どっちも触れるからな。かっこいいもかわいいも、うん、だからここじゃないですか。そうか、今いい。
一度ですか。最近は本当にその俳優業とか舞台とかも含めてまあやってるけど、ゴリゴリのバラエティやろうぜ。いや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 、俳優枠でしょ。ジャニーズも放っておかないでしょ、もう全然。いやでもドラマじゃないよ。まあじゃあじゃあじゃあ的な印象としてはやっぱでもどうしても下だよね。うん、イメージが強い。じゃあ中丸君よりは嬉しいですよ。じゃあそう、中丸君よりはドラマやってる人だって今は。このここ1、2年はだってマッサージ探偵ジョーが最後ですよね。そうですよね。よく知ってるな。そうだね。映画好きですからね。まあじゃあここ1、2年で言うと僕の方が。え、待って、お前かっこいいなの。かっこいいなの。俺どっちもいけますね。え、でもさ自分ではライブとかではさ、なんかさかっこいい、めちゃくちゃかっこつけてるっすよ。いやだからもうかっこつけてるんですって。だからかっこいいよね。本当はこっちなんだ俺。でもじゃあね、かっこいいよね。かっこつけてるんじゃん。そうなの。どうなりたい。菊池ってどうなりたい。どうなりたい。いやその何でもかんでも全部欲しいがちところ。かっこよくも可愛くも特になく。ずっとやってるでしょ。なくバレてやってるみたいなことだよね。そうなの。まあじゃあここら辺でいい。いいよ。山田君と同じラインに行っちゃった。あでもさこうなると見て。めちゃくちゃバランスよ。バランス。確かに。あ、なんかこっちとこっちと。怖くない？確かに。ここ決めません。やっぱドラマでかっこいい人。この4隅まず決めたいっすよ。岡田さんじゃないですか。岡田さん。木村さん。木村さんいきますね。坂本。まあ、木村さんここだな。間違いなく。間違いなくそこだね。木村さんの。木村さんっすよ。そっか。なんていうの？木村君。木村君。いや、まあ、そうっすよね。俺らは無理だな。え、中丸君でどっちですか？どっちもっす。どんどん立ち方、立ち方何なんですか？立ち方は紐バグっちゃってるじゃん。どっちに転んでもいいように、立ち方は紐。あ、じゃあ1回ある場合分かるに、まあ、例えば2回呼ぶんであればどっちも呼ぶっていう。分かる。初手はね、1回木村さんで入っといて、はい、ちょっと1時間くらい経ったら木村君に1回行ってみよう。そうです、そうです。まあ、ここがマックスですね。ちょっとレジェンドは、うん、ここに行かないつくよね。ここら辺に亀梨君ですか？すごいとこにいんだね。一応書いてこう。なんかやっぱジャニーズの名前いっぱい出してた方がいいな。ドラマやってて可愛い人って誰ですか？道枝じゃない。あ、でもミッチーってそのグループの中でどの立ち位置？でも世間的に見たらやっぱ可愛いじゃないですか。ドラマで可愛いってあんまりなくないですか？あ、あ、あ、大悟。あ、大悟、大悟。風間くん川。まあ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 。風間くん大悟。相葉くんとかどうなるんですかね。かわいい、かわいいって言ったらあれですけど。ってなると俺ここの最強枠だと思うんだけど、どう思う？え、でも結構お芝居読みますもんね。まあ、お芝居めっちゃやってるけど、印象としては確かに相葉くんがバラエティー色は結構強く、まあ、強いか。だからここですか、じゃあとりあえずは。バラエティーでかわいいって他いるの？有岡とかもそっちの部類に入るのかなと。有岡くんじゃないですか。あ、でもワンちゃん命とか、ああ、なんかあるのよ。ドラマとか出るとかっこいい役多いんだけど、バラエティの役ってなんか可愛くない？わかります、わかります。じゃあこっちはバラエティで、バラエティでかっこいい、バラエティかっこいい、バラエティやってる人はいないぞ。村上くん可愛いに入らないとしたら村上くんここら辺でしょ。お金もバラエティのバラエティつけてる。奥底にいる。じゃあここら辺になるのか。そうそう、そこら辺よ。曲振りだ。いいな。大倉くんここら辺になっちゃいません？ちょっとドラマもやってるもんね。どっちかというとドラマ寄りじゃないですか。映画とかも結構やってる。ここら辺じゃないですか、大倉くんは。かっこいいな。だいぶ。みのさんの憧れの位置ですね。右上です。右上。え、ってことはさ。マッサンとかもそこに入ってる。 あ、そうですね。そうですね、確かに。バラエティーではないし、もっと上じゃねえか。じゃあまあ亀梨くん上、もっと亀梨くんをバラエティーにしてもらった。なんか難しいっすね、これ。いろんなバランスがある。書き方がで、書いてるのが。どうぞ、僕に文句ください。いえ、かかってこいや。お、え、使おう。Oh.
めちゃくちゃ調子乗ってんじゃん。30分ぐらい立ち入り迎えた。ここよね。ここは決めたい。そこ決めたいね。あ、ジュリは？ジュリかっこいいバラエティじゃないですか。あ、ジェシーとかもそうか。バラエティ。ジェシーとジュリ。これ実際のその仕事内容を置いておいて、印象だけで言ったら書きやすいんじゃないですか。印象で言ったら記事は確実にこっちなの。かわいいバラエティ、これですか。うん。でも山の印象だとキンプリみたいなこっちなんでしょ。シーって言ったらまあレンが上かな。ドラマ出てる。かわいいドラマ確かにないね。平野くんとかそういう研究系だよね。王子様とかかわいいかっていうとかっこいい方か。俺様系が割と多いですね。そうか。あれ三宅くんとかもかわいいの。それだ。ドラマーとか。あーしっくりきた。もう見つけた。オールラウンダーのイメージあります。舞台やってるから。ああそうか、こっちドラマか。うん。すごいっすよね。ここらに増田くん入ってきそうっすね。ああそうね、増田もいいね。え、結構出たもん。かっこいいバラエティがやっぱ少ないっすね。そうなると圧倒的に。だから狙うべきはこの枠っすね、後輩たちは。いける子がいたら、うん、むずいっすよね、かっこいいとバラエティを混在させるっていうのが。そうなの、そうなの、そうなの。翔くんは、まあ、かっこいい方ですよね。かっこいい、かわいいあ、でもかっこいいバラエティに近くなるんですか。バラエティも情報も、まあ、芝居もってことでいうと、ここら辺が最強なのかもしれない。そういう意味上だよね。だからある種に仕上がるとか言ってた頃は This is MJ とかでやってたわけですよ。 MJ がかっこいいバラエティを。確かに確かに確かに。中島じゃない、ケンケンとかっこいいバラエティねえ、多分怒りますよ。なんで、なんで、あいつどっちかというとドラマですから。あ、そう思ってんの。え、フマだもん。いや、かっこいい面白っすよね、やっぱり。ってことは、ほら、どこ行ったじゃん、忘れてるだけで。ここえ、ケント、わかんないっすか。まあ、大丈夫です、他3人がいるんで。自分で言ったわけじゃ、フーマが言ったわけじゃないよってことですよ。はい。あ、ほらそうなると、ケンティーは確かに確かに、この辺が割とスカウトしてるんですね。でも俺、真ん中見つけた。誰？大野くんじゃないですか。真ん中、かっこいいもいけて、かわいいもあって、どっちも切なく、で、バラエティも面白くて、お芝居も上手くて、だから真ん中、大野くんじゃないですか、これ。いいだね。真ん中、大野くんか。どっちもやってるか。ダンスしてるだけだったんだ。その図その図あ、いいじゃん。これだから覚えといて、暇があったらまた書き出そう。そうっす。なるほど、はいはい、いいっすね。いい感じ、うん、ちょっと足していきたいですね、これは。ね、ジャニーズ相関図の公式な方に行けたいですね、うん、なんか縛りました、ちゃんと。チャンネル登録高評価よろしくね。じゃあ準備するかですね。お、誕生日、誕生日始まるから。どういう感じでいく？サプライズ系でいく？ねえ、その選択肢ないんですよ俺に。